福岡言語カードロン、アニアセスキュー、皆さん、久しぶりに家ですよね。それで今、布団の洗濯とかして、部屋を久しぶりに片付けて、皆さん、今日のテーマなんかどうでもいい情報ですけど、これですね、この服は私が中学生の時に買ったアディダスの服ですよ。今もこれ持ってますね。うん。誰が聞いたとって感じですよね。うん、でも捨てようかなと今回なんか片付けながらしましたけど、なんか思い出があってちょっと、うん、もうちょっと、うん、今着たらいいんじゃないですか。着たら捨てる理由がない、だから着る。皆さんまた誰が聞いたとっていう情報ですけど、私は久しぶりにあのこういうゲームをダウンロードして、私サッカーゲームが、私がゲームをしない理由はですね、ちょっと自慢してもいいですか。したら上手すぎてハマるからしないですよ。Holy crap!What? What happened? There's nothing wrong. Please. 皆さん負けました。上手だと言った途端負けた。これが人生ですよね。こうしながら成長していくから、こう、これ見てください。40ゲームをして、36を買って4回負けました。それで 90% の勝率を持ってますよ、私は、うん。あ、そしてですね、皆さん。もう、ご存知な方々もいらっしゃると思いますけど、これがキムチ冷蔵庫で、これが普通の冷蔵庫ですよ。私の家に。そして、あそこにもう一台のキムチ冷蔵庫がありますね。でも、ここにはなんかキムチは入れて、でもここにはキムチ入れるより他の普通の冷蔵庫のようにも使いますし、プリチャマの野菜、プリチャマの野菜が保管されてますよ。いろいろ入ってますよね。それで普通の冷蔵庫のようにも使われてますよ。ここにはパックも入ってますし、はい、久しぶりに家で休みですので、運動でもしてみようかなと思いまして、はい、今運動の準備中ですよ。はい、皆さん、懸垂の前にはちゃんと肩とかストレッチングしてしないとダメですよ、本当に。はい、肩に結構無理が来る運動ですので、ちゃんとストレッチングしてその後にしないとダメですね。なんか喋ってますけど、多分久しぶりにしてできるかなってみたいな言い訳をしてますよ。もう言い訳を作った後始めようと結構時間をそうしてますね、多分。そして始まりました。1 2 3、あやこあやこ、4、頑張れ、5、6、もうダメですね、この人。7ってことで、あ、こう終わりかい、頑張れ頑張れ、8、もう終わりですよね。はい、お、できるのか、くー、あ、やばい、